はい、皆さんこんにちは。本日はお寒い中、和押元和田井中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより新春舞踊金賞会を開催いたします。私本日司会務めさせていただきますミミです。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに代表いたしまして錦流金賞会3代目家元錦優勝よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今日は本当にお足元が悪い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。日頃よりタコ町にご縁がございまして金賞会日舞の活動そして今はトライビクスと活動の幅を広げていきました。昨年うちの初代家元であります錦より照子こと錦高尚が天国の方に召されましたので私もなおおばあちゃんの意思を継いで頑張らなければいけないなと思う今日この頃でございます。その時にご近所の方からぜひ文化会館だとちょっと遠くてなかなか見に行けないので近くのタコラボでやっていただけたら嬉しいんだっていうのを話を聞きましてでは春先にぜひそれを実現させたいと思いまして今日に至りました。私たちだけの力ではなかなか一日できないこともあったりします。そんな中昨年私がまた新しいことにチャレンジした中に、タコミンラジオさんの方のパーソナリティをさせていただく機会がございまして今木曜日に10分間放送なんですけどもやらせていただいております。そのタコミンラジオさんのパーソナリティの お仲間たちにも今日はご協力いただきまして一日楽しいイベントを過ごせますようにやっていきたいと思っております。そして、佐原の方から、大賀流、文系大賀寛村先生の方にも後ほど、舞台に花を添えていただきます。いろいろなこう内容がたくさんありますけどもまたもう一つ活動増えた中に、大栄町の方の旧大栄町の方のよさこい W6 さんという方たちのよさこいの方もありまして今日はそんないろいろな内容があります。ゆっくりどうぞ楽しんでお過ごしくださいませ。本日は誠にありがとうございます。さあそれではこれより新春舞踊金賞会スタートいたします。まずはじめに第一部は舞踊でございます。トップバッターを飾っていただきますのは郡司麻耶木上紗恵。本日もね、華麗な着物姿で準備万端でございます。それではよろしいでしょうか。第一部舞踊桜立ち方郡司麻耶木上紗恵皆様盛大な拍手でお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。